挨拶。はい、どうもチームアスクロ担当の朝とよつきです。そして我こそは天の下で遊び戯れる者、天元勇気で R。 はい、よろしくお願いします。はい、はい、今回は、前回の配信で何話したっけ、劇場版フェイトグランドオーダー、神聖円卓領域キャメロットの後編がまあ次の週始まりますねっていう話を、していたかな。あ、楽しみだね後編。で、我々、まあ、今見てきたところでございます。あ、もうバラしたよ。バラすよ、はい、バラすよ、まあ、今回ネタバレを含みますので、もしまだ見ていない方、アプリのゲームフェイトグランドオーダー、まだキャメロット編まで進んでいない方はグッドボタン、チャンネル登録していただいて停止ボタンを押してください。はい、それでもいいよという方はチャンネル解除してバットボタンをお願いします。ちょっと待って。チャンネル登録してグッドボタンを押して、続きをご覧ください。はいはい。まあ早速だけどね、一言言わせてほしい。どうぞ。俺感想言えねえよこれ、良すぎて言えねえわ。まあね、いや本当良かった。めっちゃ良かった、まあ、映像とかも本当良かったけど、で内容もまあゲームやってたから分かってるっちゃ分かってるんだけど、やっぱ映像に変えてみるとやっぱり違うね。違うね、本当にやっぱ違うかったわ。あの最初の方はね、うん、あのなんかすごい飛ばし、あのめっちゃ急いでやってるな感があったり、うん、いやこれほんまに大丈夫かと思ったんだけど、うん、後半盛り上げたね。盛り上げたね、すごい。あのなんだろう、フリークエイじゃなくてもう一回あのイベントのやつやりたいと思った。そうやね、あのデータ消してやり直してください。あ、俺の3番とか。あのな、はい、あの劇場版の、うん、藤間立花は、うん、マッシュ単体であれクリアしてるからね。俺あれほど上手くないから。すごいよね、すごいよね、そう考えるとすごいよね。サポートキャラなんてあれイベントでいいからあいつらしか使ってないからね。そこすごいよね。それを考えるとすげえと思う。だってゲームのやつなんてさ、マッシュどんなにあの当時育てたとしてもさ、無理でしょ。無理。うん。確か50か60ぐらいで止まってたんじゃないかな。止まる、うん、当時は。で、フォーク入れたとしても、そんなに攻撃力とかも上がんなかったし、ヒットポイントもね、上がらないからきついとは思うけど。まあ、ガチガチのなんか、アーツパーしたら、なんとかいけるん、いや、無理か。無理だね。うん。だって、このキャメロット編からやっとね、マッシュの宝具がちゃんと解放されるってなるから、うん、地名がね、その前まで、途中まではロードカルデアスになるから、あれだときつい。無理だ。まあ、かといってね、キャメロットになったとしても、まあ、きついと思うけどね。ね。じゃあちょっと映画の感想を言っていきましょうかね。はい。はい。あの、天元的にはね、うん。あの、エジプトの方がね、うん。あのちょっと俺グッときたね。あ、まあ、ちょっと笑ったところもあったけどね。あるけどね。あのちょっとまあネタバレとかあるんだけどね。うん。まあネタバレありって言ってるから大丈夫よ。大丈夫。オッケー。じゃああのなんだかな、2回目か3回目のね、うん、あの会いに行った時ね。うん。藤間理屈がね。うん。小島ジアスだったらお前あの世界を救うって支配するとかぐらいやってみろよって言って、あのシーンは良かったね。うん。救えたかな。世界救うって言ってみろよってね、うん、言ってたから、いやまあ確かにそれだけの力量はあるはずだから、うん、まあそんから言えよってね。本当にもうで、それにあの なんだろう、その言葉受けて、あの俺は世界、我は世界をすべし者、世界の敵であるとか言いながらね、うん、もうキャメロット攻めに行くシーンはもうすごかったね。まあちょっと空飛ぶピラミッドは笑ったけどね。まあまあまあ、それはまあ、うん。それは笑った。あの横っといね、本当にね、ギルガメッシュ起きたかったね。うん。あれ、ギルガメッシュ一緒に寄ったらもう簡単だろうな、円卓なんて。まあ、うん。下にはイスカンダルの軍勢でしょ。うん。勝てるわ。これ勝ったわ、や。あの、クリオパトラはどうしよう。うん。あの、ニトクリスと同じようにそばに置いとくか。まあ、今回はね、いなかったけど、
名前が出てこない、あカエサル、そうそうそう、カエサル、カエサル、カエサルのね方に言っといてもらったら、いやどっちかっていうとカエサル全身で走れとか言いそうだろ。まあ確かに。で円卓、円卓と博士である聖馬同士だから無理と言いなら、カエサルでは無理だね。ねえカエサルで倒せるのは円卓の騎士ってどれよ、ギリ頑張ってアグぐらいじゃね。まあ、アグラベインが実装されてないからどうなるかがわからんけど、まあ多分、まあ、その辺でやっててみたいな、映像館でやってて、うん、みたいな。まあアグラベイン実装されてないけど、実装されるならやっぱ星5になるのかな。星5だろうな。うん、で宝具的にはなんか全体宝具になりそうな気するのかな、うん、自軍強化か、うん、それとも相手全体攻撃かどっちかだとは思うけど、うん、もしくは全員なんかバーサーカーになるとか。うん。それはやばいな。やべえな。うん。あと、うずきさん的には、他になんか気になるとこある？いや、やっぱりもう自分が言うのはやっぱりモーさんよ。モードレッドよ。うん。もうちょっと戦闘シーン欲しかったけど、まあでもあれはあれでいいかな。ああ、確かに、今回ね、戦闘シーン多かったのは、まあ、ガウェインとベティビエールが戦闘シーン多かったね。うん。でも、モードレッドも確かにね、戦闘シーン、もうちょっと欲しかったよね。うん、ただ、まあ、でも演出は良かった。めっちゃ良かった。うん、まあ本当ネタバレありで言っちゃうけど、もうキャストオフするのはね、うん、最高。本当に最高。うん、あの場でパージしてのクラレント・ブラッドアーサーは、いやもう最高やね。アポクリファみたいになんか、うん、鎧を、剣の魔力にやるっていう方法じゃなくて、お前近づいて鎧をバキやって、うん、外したからね。やって、やるからね。いやーよかったわ。あと玄三さんの戦ってたんだけどね、うん、玄三さんの方がさ、小手でなんか相手を敵なんか敵背後の壁にバーンって打ちつける技なんだけどなんか劇場版だったらさ、なんか慈愛の剣なんだよな、うん、もうあれ花咲いて終わりましたね、うん、お前そんな技じゃないんだろ、お前他の脳筋うん、小手ぶっぱの元じゃなかったっけって俺突っ込むだろ。あれーと思って。ねえ。あれれおかしいなーって。おかしいなあ、あとごめん。個人的にね。はい。性質のハサンすげえ可愛かった。あうん、よかった。うん。あと残念だったのはね。うん。ハサン、ジワンのね。ジワンの方ね。あれ隠れたエピソードなかったのね。残念だったね、うん。そこがちょっとなかったね。うん。まあ、前回の配信の時にそこも見どころだと思いますよって言いながら、いざ蓋開けて答え見たら、ねえじゃん。なかったよね。ねあった方がよかったんだけどね。前編の方で、ねえ、そういうフラグを置いてたはずなのに、うん、回収しなかったなと思って。うん。でもなあれ、本当に欲しかったよな。フラグの回収とかね。うん、そう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 、うん。あそこ結構見どころだったんだけどな。尺の問題？尺の問題かな。尺の問題か？でもな、ちょっと話、ちょっとだけね、うん、まあちょっと戻るというか、まあ、ずれると思うんだけど、うん、ジワのハサンね、はい、今回だとなんかすげえいい感じにするんだけど、うん、ヘムズフィール見てる方はすいません。まあ、このハサン、ね、別物やと思ってください。うん、でさらに言ったら、まあカルデアに召喚されたハサンとまた別物だと思っていただければゲームのイベントやった方はね、このハサンの心優しさがあれってなるから、うん、カルデアに召喚されたハサンはほんまになんかいい先生的なポジションだけどね。あと山の沖縄の戦闘シーン、うーん、戦闘シーンというほどでもなかった。シーンではないかな。問答だね、あれは。うん。まあ一応剣は交えてたけど。交えたけどね。うん。あれを戦闘と呼んでいいのかどうかはちょっと怪しい。うん、ちょっと前にやってたバビロのアニメ。うん。あれと比べると、まあ、ないわな。うん。あれはちゃんと戦闘してた。うん。あれぐらい戦闘あるんかな思ったけど、なかったね、うん。なかったね。うん。あと、他に見どころあると言ったら、円卓、意外とね、後半の方になってるのね。うん、円卓たちのね、それぞれの忠義の形がね、それぞれあるからね。本当に。で、まあ、トリスタンはもう、師匠の、考えてる、なんていうのあれ。考えてる競技っていうの、うん、世界、人類すぐではこれしかないんだって言って、それしかないの分かるんだけど、うん、私は耐えられない。とか言っ
いうのも言うから、もう反転して無理やり突き従うわというのもあるし、うん、あとさ描写的にはさ音声でまあゲームやった人は分かるけど目つぶしたっていうのがあったけどさ、うん、でも最後目開いてたしなーっていうのと、うん、まあそのなんでそれ潰したかっていう理由は言ってなかったなって、あ確かにね、うん、ちょっと中途半端だったなと、うん、いや別にダメ出ししてるわけじゃないんですけど、うん、まあ、ちょっとそこがあれかなって、まああえての演出かもしれないけど、うん、あとねちょっとネタバレがあるけどね、うん、いやネタバレありでずっと言ってるけどね、いやゲーム上のネタバレ、あゲーム上、うん、まあそっちもいいけどね、円卓の騎士にね、キャメロットには存在しなかった円卓騎士が一人だけおったな、ガレス。ああ、そうだね。うん、ガレスがね、いたね。うん、いたね。まあ、ガレスはね、まあ確かに反対するだろう。うん、うん、あれは反対するな。うん、でもな、それやっちゃったんか、お前。お兄さん。うん。ガウェイン。まあ。まあ、てか、映像だったらね、うん、6人か、8人か忘れたんだけど、うん、なんか、召喚されて4対4でなんか対立してるよね。4対4っていうか、うん、残りの円卓の騎士たち出んのってちょっと希望があるんだけど、どうだろう、つっても円卓の方はね僕あまり詳しくないんで、と言われてもな、円卓って言ってパッて出てくるのがパーシバルしか出ないから、パーシバル、うん、イゾルデ、てか簡単に言うとヴァンガードのロイヤルパラディンのデッキの中に入ってる戦士、あれほぼ円卓だからね、ブラスターブレイザーの除くだけど、あれね、アリフレッドっていうやつは人はなんかだな、アルフレッドはアーサーだよ実質、いやあれはアルトリアだから、アルフレッドではないから変わんねえわあ、まあそれは置いといてと、はい、戻しましょう。あれ思い出したら、うん、円卓わかるよ大体、うん、まあなあ、あとベディビエールのな隠れてる罪うん、演出はすげえ良かった。ああまあね確かに、うん、右手がね剣隠れてるんだよね、うん、うん、でそれを返す時のシーンがほんまに感動した、あれまあ、ずっと持ってるから、まあね、その恩恵を得られて、ずっとね、長らえてたのが、うん、ね、自分のところから離れたから、まあ、そりゃね、1500年っていうのがあるから、まあ、朽ちるわなって。で、それを見たもう、うろたえた獅子王がもう、滑稽やったね。うん、あれ、いや、滑稽というかもう、なんか、俺は良かった。マジか。うん。へへ、獅子王ビビってるビビってる、って。必死で抵抗してやがんぜ、いやっはーラウサーだもんなーとか思いながら俺見たけどいやまあまあまあ実際そんなこと思ってませんよ、 BTL 頑張れと思ってましたよ。あとシーン的に良かったっていうか、もう映像が綺麗で本当良かったって思うのが、まあ、最後の最後にその剣を返した後に、うん、まあ通常の青セイバーのね、いつもの聖剣をね、杖のように持っている有名なポーズ、うん、あれを獅子王版でやってくれたのはすっごい嬉しかった。あ、本当によかった。あれはよかった。もう綺麗だったし、うん、もうかっこよかったし、これは青セイバーでもいいんで、レイ解放新しくそれ追加してくれないですかね。いやいやいや、それは難しいだろう。欲しいところではある。あとね、アグラビーの戦闘シーン、うん、ようよう考えたら俺は初めて見たね。そうやね、うん、自分で動かなかったからね、うん、腐れてガーってもう戦闘するシーンもあるし、うん、なんか強化された兵士たち操作してるし、うん、ランスロットとガミターカウってすげえなと思った。確かに。で、ランスロットランスロットで、まあ、うん、丸太じゃなかったけど丸太はなかったな、うん、枝もなかったし、あーさーとかもなかったけどね、それもなかったな、うん、いやまあね、クラスが違うからね、まあまあまあ、そりゃそうだね。意外とガウェインのね、うん、なんかゲーム上ではね、なんか、うん、裏話みたいななかったけどね、うん、それいや多分あったと思うんだけど忘れてるかもしれないんだけど、うん、
その裏話やったの俺初めて知ったわ、あれ。うん、まさか他の騎士たち画面やったんかみたいな。あまあでもなんていうのかな、ゲームの場合だともう画面戦があまりにも辛すぎて、もう戦い終わった後もう息消沈してるのよこっち。うん、だからもう正直言うと本音を言えばストーリーが頭に入ってこなかったゲーム中はね。あ確かにね。だから今改めてまあ劇場でね、見て、ああそうだったなっていうのと、あこうだったんだなっていうのが、まあいろいろと分かったりとかして本当良かったなって今回思う。いや、うん、天元的にはもうおじまはほんまにもうレベル90まで育てるんだけどスキルは全然育てなくて。聖杯渡せよもう。やだよ、聖杯はあの武蔵ちゃんのために置いてんだよ全部。うん、マジで。マジで。もうあれでも他のやつらに聖杯使ってなかった。あー使ってるゆくゆくバッターマンとかさ、いろいろ使ってたような気がするんだけどな。今最近はね、ここだけの話、うん、小次郎に聖杯を出してるとこ。佐々木小次郎星1か2だったっけ。そう。なんで武蔵やってるから。あライバル的に。そうか。ちょっとそいつ育てるから、ちょっと俺の体ないで思うず暴れてお前らみたいな。あそういう気持ちで。こっちはね、今回まあ三蔵ちゃんとモーさん戦ってたから、もうその戦闘シーンが良かったから、ちょっと三蔵ちゃんを育てたいなーって。あーうちのカルディアいたと思うんだけどな、ちょっと怪しいのよね。多分いると思うんだけど、唯一ね、自分のカルディアの方だったらキャスターで物理行為できるのはこいつだけだからね俺。ああでもね、うちキャスターはね、人権がない分、キャストリアの人権はあるから。それないからな、俺。キャストリアを結構使っちゃうかな。まあ、サポート、フレンドへのサポートとかの方では、キャスター枠は確か、キャストリアにしてるけど、まあ、今このタイミングだと、イベントね、あるから、そっちはま、それ用に合わせての円卓とかで、適当に入れてたと思うけど、うん、まあマーリンの人権はないからね。まあ俺はまあマーリンだな。うん、人権あるからね、そっちは。じゃあマーリン、あと一般的にねキャスターで戦えって言われたら、もう俺ニトクリスか、うん、ナーサリーライム、もしくは玄三さんで戦ってるね。あと玉本。ナーサリーライムはね、天元のはね、もう正直自分から言ったら、もうその名前聞いた瞬間ネタだなって思ってしまうのよ。なんでだよ。ナーサリーライムが実装された時、その実装された初日に天元やったんでガチャ回して当ててサポートサーバントに登録してたのよ当たった瞬間に、うん、でそのまま仕事行ったからそのまま放置なのよ。レベル1のまま放置してサポートサーバントに登録してるから、自分がやろうと思った時に、おサポートサーバントでもう、あ天元当てとる、よし使おうと思ってやったら、一撃当たっただけで一気にゼロにね、1ポイント削られて本が燃えたーっていう。しかも攻撃が確か火出すやつだもんね。そう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 。で本が燃えたー、一瞬で燃えたー、えどういうこと、えこのサーバントえ弱いのってか、まずえ本って何って思って、うん、でよくよく見てたら、こいつレベル 1? あ育ててないこいつ、なんでそれサポートに入れたと思って。それやった後に、こいつと会って、もしかして、サーバントってこれ、火燃えるとかそういう、ジャブでとこあんのって。うん、え、何言ってんのこれって思って、それ聞いて、いやああ、ま、そんなことをやってると思ってなかったからさ、うん、こいつ火属性は絶対やられるとかあんのかな、やっぱり、本は燃えるからな。うん、使いづらいサーバントなんだな、こいつ、と思って。で、聞いたら、はぁと思って、うん、なんだよ育てずに入れてんのかよと思って、そら焼けるわと思って、うん、そら焼けるわ、焼き芋焼けたからね、うん、一瞬で焼け散ったからさ、うん、なんだこれと思って。まあまあまあ、ナーサリーライムって確かフェイトエクストラで出てたよな、うん、なんで本なの。ああそっか、本の姿で最初の登場なのか。本が焼けたはい、映画の方に戻りましょう。もう本当にねこれ、うん、最初の方はねなんか前編とかで含めると円卓なんか悪いような感じになってるんだけど、うん、それぞれにはちゃんとさした、うん、忠義
あの正義っていうのも含まれてるのがもう後半で出るから、うん、本当にこれいいよね。戦争とか、まあ、こういう戦いってどっちが正義でどっちが悪とかないのよ、うん、どっちもね、そっちから見たら正義っていうのになるからね、どちらにも義はあるんだよ。ターシュトリさん、お前はエルさんヘルシェイクお前、俺はお前のこと絶対エルさん。あの今回の映像を見て、うん、さらに生徒がたまったからね。よくも性質をやりやがって、ハサン先生やりやがってって。まあまあ、俺この二人好きなんだよ。でもどう見てもヘルシェイクやのだけどね。いや本当に、でガウィンがなんだけね、あの、うん、強調されてんのはね、びっくりした、うん、太陽ゴリラ、うん、でみんなさっき今までね、うん、俺ら二人でこのサーモンがいい、このサーモンがいいとか言っときながら、うん、全く触れないカルディアのメンバーよ。そうっすね。全く触れない、うん、いやマシはちょっと触れたんだけど、そうやね、全然触れない。いやーそこまで今回触れる要素がな。あ、ダビーちゃんはあの実はね生きてます。そうですね。で助けた理由っていうのがよく見たら美人なんで。うん、ランスロットね、うん、何言ってんの、遠目から見ても美人だったのでつって、こいつは何言ってんだよ。マシュのあの冷たい目線がもう見れます本当に、うん、そういうの好きだからね君は。ねえ、え俺ランスロット。まあ、まあ、えでも君ハイライトな目が好きだから獅子を好きなんじゃないの。いやまあもう何違うな、なんかちょっと違うな。ちょっと違うな。あそう、確かにあの感情が消えてるっていう意味ではまあ一緒やねんけど、なんだろう、グッと来ねえんだよな。いやでもこの獅子王俺は好きだけどね。ああの第2回放はあれやけど、第3回放の方は好き。俺1も好きだし2も好きだよ。まあ使ってるのはね3だけど、うん、最終再臨版だけど、うん、そういえばね獅子王、うん、あいつなかったな、うん、白い馬。ああ、ドンスタミンだっけ？うん。乗ってなかったか？乗ってなかったね。馬。馬。あの、馬で活躍したラスロットだけじゃねえか。うん。そうだね。おい、馬乗ってる唯一のサーバント、唯一じゃないけど。オルタはもう馬乗ってるけど。うん。おい、馬使ってやるよ。え、他馬乗ってるのって誰いたっけ？FGO って。イスカンダル。うん。ぐらいじゃなかったかな。あと、カリオペは牛だし。うん、牛。馬はそれぐらいじゃなかったかな。まあ、それぐらいか。うん。まあ、まあ、ホグで言ったら、まあ、あとは、メデューサだったりするけど。まあ、馬自体のやつはいるけど、関鳥羽。あれはちょっと除外しましょう。はい。まあ、まあ、そのぐらいか。うん。なんでその今こだわってんだよ、俺ら。あれ、今年馬年だっけって。今年何？牛？牛だよ。お前、牛だよ。牛年か、今年。牛だよ。そうか。よし、しーって言ったよ。うしし、うしし。焼肉すんぞ、お前。焼肉行きてー。何？行ったの？はい。おい、前行きたいとか言うからさ。あの、はい。焼肉、行って。行って。あの、この時期やから、ちょっと規制かかって。うん。焼肉屋さんの肉を買って、家で焼いて食った。あー。それを焼きながら食って、あの映画のタイタニック見て、はいはい、人が不幸な後にこんな美味しいもん食ってお前美味しいか、とっても美味しいよ。それ言うてもうヘッドロックかけられました。こっちはまあ、 あの FGO の映画なのにタイタニックの話してちょっと申し訳ないんだけど、いやタイタニック沈むシーン見て、これ天元見てたらあいつ水怖いからな、ゾッとしてるんだろうな。まあ俺の場合沈む時のね、あの端っこというか、まあ一番上まで上がっていって、そっから下に落ちていくシーン、あれ俺無理って思って見てたら、ツイッターで天元がね、そのね、あの人の不幸を見て食う飯はうまいかっていうのを見てやってたから、
こいつ怖がってないなと思った。だってそうじゃん。なんでわざわざ怖いとこへあいつら乗って行ってんだよ。いやー、それがまあね、大体な、人類話題になってたからね、あれは確か。人類いくら話題になってるかって言ってね、船乗るもんじゃねえぜ。あんなもんな、俺から言ったら霊柩車だぜ。俺から言ったじゃないけどね。俺から言ったらあれ霊柩車だぜ。出航しますっていうのがな、火葬場行きますって聞こえるからね、俺は。出航ーって。火葬場行きますだからな。やめろって俺は思うからね。いやー、でも、ね。もうそれ乗ってね、海へ落ちていく奴ら見てね、自業自得ざまあ見やがれって。人間はな、海に適応している生物じゃねえんだよ。なんで海のとこ行くんだばっかじゃねえと、僕らが見てたのに。生命の元は海からだから、まずは。母なる海なんですよ。ごめん。母なる海とは思って。俺の海なる母は、殺意持っててけど。まあまあ。殺意と憎悪に溢れてんねんけど。憎悪お前ら、お前ちょっとこっちおいで、速攻沈めてやるからな、みたいな。そんな感じ。もう、俺、海行くぐらいだったら、もう円卓の騎士と戦うわ。まあ。いや、海行くか。二択だと海行くけど、まあ。高いところか、円卓とって言われたらもう戦うわ。うん、あと、実はね、ちょっとゲーム版ではなかったんだけど、うん、映画の方ではね、うん、獅子王がね、うん、円卓の人たち呼び出して、うん、私に忠義を従うか従わないか好きな方を選べって言って、うん、反対派と賛成派分かれるんですよね。うんうんうん、あったね。うん。まあ、その時、ガレス、追って、うん、やれるシーンあるんだけど、うん、あったね。俺らだったら、どうする？俺の性格上、まあ、獅子王に従う派に行くだろうな。で、まあ、ライオンとネグジャは、まあ、従うかな。うんで、雪風はどうなんだろう。雪風もね、従う派だと思うよ。おじゃあユイハは。ユイハはね、あいつはブーブー言いながら従うと思う。お天元は最高で決めます。うん。サイコロだね。はい、サイコロ、うん、あサイコロだったら二択だからな、こういうんだな、やっぱり、まあ、日没までに決めろっていう、まあ、セリフがあって、まあ、みんな一生懸命考えてるっていうのがあるんですけど、まあ、多分おそらくそこに天元がいたら、その考えろっていう間全然考えてなくて、さあどうだって言われた時に、ちょっと待ってくれ、決めるって言って、今までこいつ何やってたんだっていう空気になる。いやー、多分俺そんなことしない。そう考えろって言ってないな。うん、まあ、考えるのめんどくせえな。これでコイン作ってやろう。コイン。考えられたらコイン作成。えらい時間かけて作っとるな。あ、これちょっと、いまいち重さあれだな。かっこよくないな。あ、もうそこ入れたらいいんじゃねえか。で、どこに凝っとんねん。で、キコーラ、じゃあ選択しろって言って、みんながこう分かれてるだけに、こう、うん、いや、なんか一人だけコイン出して、ピン。すげえだ、俺このコイン作ったんだぜって。自慢してそう。みんなシーンとするで。うん。こいつ何やってんだってなる。結局は。まあ、それでもし、反対派で、残り全員賛成だからさ、俺リンチなんだ。うん、袋叩きに合うよ。うん。お前ら、その時のリンチあれだろうな。俺ら一生懸命考えてた、お前何やってたんだ、今まで。こいつ作ってたんだよって。多分、決断した内容じゃなくて、それまでの過程が、多分、俺らは切れて、袋叩きにしてる。おうよ、私は罪を犯しました。考える時間で恋を作ってました。あ、俺が言ってやるよ。さあ、お前の罪を数えろって。帽子かぶって言ってやるよ。あれかな、獅子王に隠れて、ドーナツ食ったことかな。いや、それともタイタニックを見ながら、キスの服を楽しみながら食ってたことかな。いや、恋作ってたことかな。いや、わかんねえわって。いっぱいあるなぁ。てか、ドーナツ食ってたのかよ。ドーナツはね、真ん中空いてるから、これゼロだから、いくら食っても平気なの。いや、それ言ったら焼肉も、鉄板で焼いてるから、油を落としてるっていうので、カロリーゼロなんですよ。いや、あれはね、熱を加えてるからカロリー増えてんだよ。ちょっとわけわかんないですね、って。熱加えてるから、燃費良くなってんだよ。サンドイッチマンさんのネタやないか。まあまあまあ、そういう感じですわ。はい。
はい、でエンディングもね、エンディングもねよかった、うん、ただごめんなさいちょっとあの言い方悪いですけど、まあ、エンディングというか主題歌を歌ってるのが、今回ベディビエル役をしていた、まあ、宮野真守さんなんですけど、なんか聞いてるとなんか宮野さんっぽい歌詞じゃないなーって思ってたんですよ、うん、で誰が作詞やったんだろうと思ってエンドロール見てたら坂本真綾さんだったんで、うん、あぽいわと思ってでそれでしっくりきた、うん、いやでもなもう全、まあ、全部見通してなんだけど、うん、なんだろう、前編の違って後編の力の入れ方がすごいよね。そうだね、うん、うん、あの前編はね、まあ、一回見たらいいや、まあ、無風な日だけあったらいいやって俺天元は思ってたんだけどそうやったね前作見たけど、うん、そういやそんなこと言っとったね。後半はねあれ 買う価値あるわ、うん、うん、めっちゃいい本当に。地上波で出てないかな。地上波は難しいけど、まあおそらくまあ今年の年末大晦日にまあ各ねBS11 だったりニコニコ動画だったりでね大晦日の生配信ってあると思うから、まあそこで流れるかなとは期待してる。うん。その時もしかしたら。来月か再来月に上映開始するプリズマイディアかもしれないけどなぁ。可能性あるなぁ。FGO の番組なのにっていうね。いや、でもなんか、結構裏読むからね。うん、ヘブンズフィールはやったし、カーニバルファンタズムだっけ、うん、あれもやってたから、いやもしかしたらそっちやるかなぁって。まあでも、できれば、まあ、今回のキャメロットやってほしいなぁ。まあでも去年キャメロット全編やってないか。やってないね。うん。さすがに早すぎたか。あの時12月頭で上映開始してたから、うん、大晦日だったらさすがに無理だわな。無理だな。うん。まあ多分2本立てだろうな。になるかな。いや、うん、できればね、昔地上波で、魔法少女マドカマギカの反逆の物語、あれの上映記念として、前編後編を地上波の放送局でノー CM ノーカットで放送したのよ。やべえだろ。あれね、まあ、最初に、なんていうのかな、そのパーソナリティとゲストさんがちょっと喋るトークがあるんだけど、うん、でそこで、まあ、ここから、始まります、どうぞの前に、ノー CM ノーカットでやりますって、お前アホなのって。地上波だよって。え、スポンサーなしって。もう一切 CM なしですって。で、この後、エンドロールあっても、その後私たち出ないです。マジでって。で、どうぞってやって、本当にやったからね。すげえな。やばーと思って見てたけど、本当に CM なかった。いや、ぜひともね、そんな感じでね、放送してほしい。いやいや、いろいろ問題あるだろ。いや、だって FGO 十分稼いでるでしょ。まあ、そこは俺言わない。頑張ってって言いたくなる。そこは俺、言えない。はい。いや俺らね、重課金ユーザーだから。うん、まあ、そうだね。株主ではないけど、一言ぐらい言ってもいい権利ぐらいはあると思う。あ、でも、電源は重課金と思ってないから、自分では。本当、重課金は、FGO の参加の、信長っていう人。あ、信長くんね。モップが。立会役でね、参戦して。ノップさん。まあね、信長くんはね、すごい。あの人で俺初めて重課金だわ、俺持ってるから。じゃあ、俺、無課金にほぼ近いわ。もう俺も無課金に近い。君は無課金ではない。無課金に近いから俺は中課金プレイヤーだね。いや俺、小課金プレイヤーだから。重課金まで行こうぜ。え？重課金まで行こうぜ。重課金はね、言えないわ。モーさんぐらいしか最近課金しないもん。はい。じゃあ、モーさんレベル5になるまで頑張って、ちょっと課金しようか。ちょっと無茶言わんでくださいよ。あと1期なんですけど、宝具レベル4で今止まってるんで。あ、ちなみに、はい。ピックアップの方じゃなくて、ストーリー消化の方ね。無理じゃね？モーさんが5になるまで、やめて待ってん。マジかよ。いや、キャッシュバック返ってくるんだったらいいけど、無理っすよ。返ってこないよ。無理っすよ。ピックアップでさせてください。そこまでやって、初めて重課金。いや、もう、消化金プレイヤーでいいです。よかった。それで俺逆に、単語がレベル5になるまで、前もやるよって言われる。あれ？なってなかったっけ？あ、な、あれ？な、な、な
ってるよ。ホーグレビルなんぼですか？あのホーグレビル 5ですよ、うん、本当に3です。3か。あ、じゃあ皆さんからやってほしいという意見があればやりましょう。コメント100個ぐらいやってっていうのが揃えば。絶対そこまでいかないから言うけど絶対いかない。そこまでコメント入ったことないからてか基本ユイハしかコメントしてくれないからまあないわ。まあ寂しいな、うん、はい、はい、じゃあね、もうちょっと H がなったと思うんで終わりたいと思います、はい。次回は何か予告とかお知らせとかないんですか？秘密。まあ何もないですけどねまあおそらく雑談配信かなと思いますけど、もしくは延長した天元 VS 雪風かなと。ああまあ皆さん分かんないかと思いますけど、まあ、もしかしたらそれがあるかもしれないですね。まあちょっとお楽しみにっていう、まあ没動画をね再利用することになると思うけどはい、まあ次回も、まあ楽しみにしていただければと思います。楽しいのかこれ分かんねえ。はい、まあ、よかったら、グッドボタンチャンネル登録、よろしくお願いします。そんなのいいからとりあえずお前映画館行け。映画館皆さん、まあいろいろと注意しながらですね、劇場足を運んでいただければと思います。見る価値本当にあるぞ。見る価値は本当にありますね。もう2000円出してるなんか見る価値あるぞ。2000円ではないけどね。いや、もしかしたら、1万円出してもいいぐらいだと思うぞ。あ、まあ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 、それぐる、うん、まあ、うん。本当に見る価値はあるので、まあ、よかったら、劇場に足を運んでいただければと思います。はい、じゃあ皆さん、はい、解散！解散！Thank you.